入った。ラストワン。人のあの鍵取らないで。カリブ海にあるのかな、そういうの。やったカリブ海から来たウトークだ。あいよ、皆さん、ジョアンくんです。今日は特別なプレゼントをもらってきました。これなんですけど、伝統的なジャムです。だから今日は、リョウヤとマークを、それを食べてみようと思います。それでは、早速始めましょう。これなんですけれども、リョリアとマークはどんな味してるかまだ分かってないから勝負みたいにしましょう。誰が一番早く入ってるものを当てますか？そういう勝負をします。じゃあ、開けてみようか。かわいいね、あの。パッケージン？パッケージン。そうだね。小さくてかわいいよね。うん。一番目、食べてみようか。え大きい。あー入った。まあ大丈夫。ケチャップみたい。ケチャップみたいの？なの？でも絶対ケチャップの味じゃない。色はちょっと違うな。うん。あんま匂いしない。匂いしてるよ。待って、自分の鍵取って。人のあの鍵取らないで。こうやってやるの。うん、そうそうそう。そうそうそう。ジョアンいっぱい作っちゃった。まあジョアンはもう分かっているからやらないんですけど、よりあとまあどれが一番早く分かるか勝負しよう。3、2、1。さあみんなわかる？グアバ。イエーイ！グアバ。知らない。聞いたことない。え？え？フィリピンでも有名な果物。ああなるほどね。だからすぐにわかった。グアバ。ね、美味しい。めっちゃ美味しい。うん。これはグアバに似てるじゃないよね。グアバ。フランス語だとグアヤブ。だから最後までマークから隠そうとしてたんだけど、うん、やっぱりフィリピンにあるんだよね。美味しいだよね。美味しい。うん、甘いだよね。うん。え、どうも。どうも。どうも。やっぱり日本じゃ食べたことなかったから、うん。やっぱこういうジャム食べて、あ、フランスのジャムってこういう味するんだって思った。これか、わかる。見たことない。うん。うん。やっぱりこれ。そう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 。マーク1ポイント、ヨーヤは0。OK、次のジャムの方に行きましょう。多分次はヨーヤっていうことができる。食べたことあるかな。うん。これは10秒待つね。本気でやって。え、これフランスでしたら買えるの？これはカリブ海で買えるやつ。え、限定品ってこと？限定品って？限定品ってその国だけのしか売ってないやつ。うん、フランスでも買えると思うんだけど、これは特にジョアンの島から作ったもの。だから、多分限定品これ。おぉ、なんか、面白い。みんなに見せるね、こんな感じ。いるかな？よし、食べよう。あ、結構取ったね。結構取っちゃった。さっきとは違うよ。OK。うん。うん。取りすぎた。よし、レディー？ 3、2、1。分かってるだけど、思ったより違う味してる。分かる？分かんない。え、なんか、食べたことあるよね。もう一回取っていいよ。大丈夫？うん。分かる？もう一口食べる、マーク。ちょっとだけ。うん。なんか食べたことあるな。どう？オレンジ。オレンジじゃないんだけど、そういう色な果物かな。ユズ？いや違う。ユズじゃないよ。カリブ海にあるのかな、そういう色。グレープフルーツじゃないよね。グレープフルーツじゃないんだけど、そういう色の果物。オッケー。じゃあヒントは、果物は、あの、黄色、イエロー、レモン。No。そんなに酸っぱくなかったよ。じゃあ他のヒントは結構長い。長い梨？ちょっと待って。じゃあ英語だとこれ多分シトラスなんだよね。あのオレンジとかみかんとか。どうかな。あ、オッケー。英語だとまあ日本語でもピーっていう文字。パーセメン。No。パイナップル。パイナップルだよ。でもやっぱりパイナップルの味しないよね。しない。マジかよ。ねえ、パイナップルだったよ。1対1。すごい。で最後は読まないよ。
多分読めない。読めない方がいい。 OKOK。 いや、見ないでいるよ。分かんないよね。多分分かれるよ。英語分かるでしょ。あ、これ色から分かるかも。あー、もうマーク早いすぎだよ。That's why I'm OK。 食べてみて。硬い。硬いの。いや、いい勝負やな。マーク絶対勝つやん。いや、わかんないって。わかんないよ。誰？マーク？うん。いや。見ると多分わかるって。あー、これは、そうだと思う。ね。やっぱり、そういう。テクスチャー。Yes。 もうわかってる。食感ってわかるか。マジかよ。よし、3、2、1。ココナッツ。よでもずるいよ。もう見てたんやね。うんうん、食感。まあでも味も、うん、そうだね。めっちゃいい。あのココナッツの味がする。うんゆりは分かってたの？ココナッツ全く食べるまで分かんなかった。あ、でも食べたら分かる。うん、分かる分かる。あ、分かる分かる。うまい。よかった。美味しい。これ美味しいの？美味しい。うん、全部美味しい。全部美味しい。じゃあランキングしよう。じゃあまずいく。グワヤフの方が好きかと。あとはココナッツ、マドココ。で、最後のはパイナップル、アナナスが好きだった。マークは？フィリピンでもココナッツいっぱいあるから。ああ。やっぱりこれココナッツね。うんうん。1。ノアノノアドココ。ノアドココ。ああ、いいな。上手上手。あれ、アナナス。アナナス、オッケー、パイナップル。パイナップル。うん。3番目は？グワヤブ。ワバ。グワヤブ。いいな、いいな、いいな。上手、上手。そう。好きだけど、あんまり食べないかな。うん。そう。でも全部美味しい。ああ、ヨヤは？やっぱり最後に食べたココナッツ。ココナッツ？グワヤブ。グワヤブ。オッケー。ナス？アナナス。アナナス。パイナップルだよね。パイナップル。なるほどね。うん。じゃあ、最後まで見てくれて。ありがとうございます。で、その中にどれ一番食べたいのかコメントの中で教えてください。それでは、あ、ビエト。あ、ビエト。